ランガラージスッパイアーはインドの俳優。サティアラージ名義でタミル語映画に出演しており、代表作として、チェンナイエクスプレスアイと勇気のヒーロー参上、バーフバリ伝説誕生、バーフバリ王の外旋が知られている。主に悪役を演じ、タミル語映画の他に、テルグ語映画、ヒンディ語映画、マラヤーラム語映画、カンナダ語映画など200作以上の映画に出演している。 1997年の主演映画、ベイダム・プドヒスで成功を収め、その後も、ラジガン、アメ・パダイ、ペリーアーでも成功を収めた。また、脇役を演じた、ナンワン、ラジャーラに、バーフ・バリニブ作でも高い評価を得ている。1995年には、ビロディ・ビランで監督デビューし、同時に主演として一人三役を演じている。タミル・ナード州コーヤンブトゥール出身。 妹が二人おり、末妹は、分子生物学博士のペディアンナンシェナパティと結婚している。サティアラージは、MG ラーマチャンドラムの熱狂的なファンだった。生命アディー修道院学校を卒業後、コーヤンブトゥール郊外の高校に進学し、その後政府芸術大学に進学して、植物学を専攻した。サティアラージは俳優を志望していたが、母親からの反対を受けた。 1976年に母親の反対を押し切り、タミル語映画の拠点チェーン内に移住した。彼は、アナキーリーの撮影現場で、主演のシバクマールとププロデューサーのティラプールマニアンと出会い俳優活動をはじめ、コマルスワムヤタンの演劇一座に入団した。1978年公開のサタムエンケイールで、悪役天外スリニバさんの古文役で映画デビューした。 また、カンナン・ウルケイク・ザンサイのプロダクションマネージャーも務めている。1985年公開のソビで初主演を務め工業的な成功を収めたが、彼の演じたキャラクターは否定的な評価を受けた。1978年から1985年の間に75作品に出演し、その大半が悪役としての出演だった。1979年に、 映画プロデューサーのマドゥハンパティシバクマールのメイと結婚し、彼女との間に一女一男がいる。息子シビサティアラージは俳優として活動している。1978年から1982年にかけてサティアラージは悪役の手下役として映画に出演する機会が多かった。1984年の映画ジャニュアリー1では監督で長年の友人でもある。 マニバンナンから主要キャストに起用され、その後マニバンナンが死去するまでの間に25作品に出演している。同年公開のイリパシーなる馬に狙む以降は主要な悪役として出演本数が増加した。彼の演技力は次第に高い評価を集め、タミル語映画界で広く名前を知られるようになった。また、リーバシーノルアンビンマゲバーリでは、 主役よりも良い役回りだったと述べている。1985年からは主演のオファーを受けるようになり、出演本数も増加した。1986年の映画、コデローラコビタイガルでは、主役のバス役を演じた。ビハインドウッズは、サティアラージは、アクションヒーローのイメージを壊し、賑やかな役柄に成長しました。彼は、本当の映画スターになりましたと評価している。 ミスター・バラットでは主演、ラジニカーンとの父親役を演じて高い評価を受けたが、彼はラジニカーンとよりも4歳年下だった。1987年公開の、ベイダム・プドヒスでは主役を演じ、フィルムフェア賞最優秀タミル語主演団優勝を受賞した。この時期には、パンゴリー、マズライ・ビレン・エンガ・サーミ、メイガダム、コットライなどの興行的に失敗した作品もあり、 出演する作品を選ぶようになった。1990年代に入ると、サティアラージはコメディ映画やアクション映画に数多く出演し、恋愛映画にも出演している。この時期には、ビライ・キダイ・チュズ・チュ、エアポート、ベラ・パトックハム、ナジガン、プーデュ・マナサンリクシャー・ママ、ワルター・ベトリバル、タイ・マーマン、アズ・ホグ・ザ・ミーなどの成功作に恵まれた。アメ・パダイでは、 不死に役を演じて演技力を評価され、工業的にも成功している。彼は後に、この映画には、言葉が出ません。この映画は、私を俳優として、次のレベルに導いてくれましたと語っている。1994年に、大マーマンが成功すると、サティアラージは、監督を務めたグルダナパルと共に1995年に、マーマンマガルを制作した。また、同年には、 ビロディ・ビランで監督デビューし、主演として一人三役を演じた同作は、工業的にも成功を収めた。2000年代に入ると、アジット・クマール、アール・マドゥハバン、ビジャイなど1990年代にデビューした若手俳優が台頭したことで、批評家からは2000年代で、サティア・ラージ主演の映画は終わると見られていた。しかし、2002年の、マーラン、2003年の、 ビバレマーナ・アルデ主演を演じ、演技の幅を広げた。さらに監督作ティチ・ダム・バラムと組、エンナン・マカンヌ、マハ・ナ・ジガン、イングリッシュ・カランに出演し、エンナン・マカンヌは大ヒットとなった。また、イザナ・ゼン、セマ・ラ・ガライ、グールロ・バーグルも高く評価されている。ジョレでは、息子のシビ・サティア・ラージと共演し、サティア・ラージと息子の組み合わせは非常に面白いと批評されている。 この他に、万人メインドン、ベトリバル・サクタバル、コバイ・ブラザーズで、息子と共演し、2007年にはプロデューサーを務めた、リーでは息子を主演に起用し、同作は、高い評価を得ている。2007年公開の、アンバドフ・ローバイ・ノッツでビジャヤワード、最優秀主演男優賞を受賞し、同年公開の、ペリーヤーでは、南インドの、ハンカースと運動指導者ペリア・ール・イヴィ・ラー・マサミを、 演じ、同賞にノミネートされた。サティアラージはラマサミーを演じたことについて、私自身も合理主義者であり、彼を演じることは簡単だと気づきました。彼のイデオロギーは、私に大きな影響を与えましたと語っている。バーフバリオーの外旋の撮影現場2010年代には、重要度の高い脇役を多く演じている。きっと、うまくいくのリメイク作品。 ナンバンでは、学長役を演じて、ビジャイアワード最優秀女演団優勝を受賞し、チェーン内エクスプレスアイと勇気のヒーロー参上、内ソ内イムーハン・ハンタール、タライバにも出演している。2013年には、マニバンナンの50作品目の映画、ながらじゃコラに MA、MLA で主役を演じた。映画は、同年に死去したマニバンナンとの最後の作品で、 サティアラージにとっては200作品目の出演作となり、工業的に大きな成功を収めた。2009年と2012年にテルグ語映画、サンカム、ミルチに出演し、工業的な成功を収めた。また、2009年にマラヤーラム語映画、アガサンに出演している。2015年と2017年には、バーフバリ伝説誕生、バーフバリ王の外戦で、奴隷剣士、 カッタッパ役を演じて高い評価を得た。バーフバリ伝説誕生は南インドだけではなくインド全域で大ヒットしたためメディアや観客はサティアラージカッタッパという認識を持つようになった。また、サティアラージは24歳で俳優デビューして以来歴史や民間伝承を題材にした映画に出演することに強い憧れを抱いていた。 彼は2015年のインタビューで、私は、テルグ語の民間伝承映画で人気のある、MG ラーマチャンドランの大ファンです。24歳の時に抱いた夢は60歳を迎えた時、SS ラージャマウリによって実現しましたと語っている。サキヤラージマニバンナントは、大学時代からの友人で、俳優になってからもたびたび共演している。 ザヒンドゥは彼とサティアラージの友人関係はスクリーンでいくつかの忘れがたい瞬間に変換される。マニバンランはサティアラージと共にスクリーンの中でナキルの通称で知られていると評価している。二人は1987年から1994年にかけて監督マニバンラン、主演サティアラージとして12作品制作している。サティアラージは マニバンナンと仕事をすることについて、私にとって喜びです。脚本も対話シートもなく、すべて彼の頭の中にあります。そして、彼は大きな成果を上げていますと述べている。2013年にマニバンナンが死去した際には、私は美しい瞬間を今も覚えています。マニバンナンは人間の天才でした。実際、彼は、 私の人生において多くのことを教えてくれ、そして俳優から良い人間へと変えてくれました。彼とは毎日数多くの話題について電話で話をしたものです。その関係は30年間続きました。誰も彼と同じように私を理解することはできないでしょうと述べている。また彼が死去する前日にも電話をかけ次回作の企画について意見を交わしていた。 ありがとうございます。